優等生っていうのは基本的にあの試験範囲が決まっている教科書をよく勉強してテストで点取るっていう、それが今そのイノベーションが起きてないこの30年、まあ、言われてるんですけど、その原因、根本的な原因はそういう、先生の言われた通り教科書に書いてある通り勉強して一点刻みのマークシートで点を取るっていうことをやり続けてきた。自分はガムにかかったことがあって、まあ、でも一人一人の人生は平等に機会があるべきだなと私は思ったので、それ自分にとっても、まあ、そして世の中にとってもいい取り組みになるんじゃないかなと信じてやり続けられる、そういったテーマに自分自身は見つけられて本当に幸せだなというふうに思ってるので、一番の敵って固定観念だと思うんですね。これはこういうもんだ、はい、やりたいことって変わってくるんですね、でステージステージで変わってくると、よりいいと思うものに向かって挑戦し続ける、そこをぶらさないということが大事だなと思います。本当に命がけるんですよ、コミュニケーションを出し遂げた、それがまあ今の西陣織というところにつながっている。価値観が多様化する現代、イノベーションを起こしたいと考える人は少なくありません。一方でアイデアをどう実現すればいいかわからないなど、イノベーションの実装に向けてさまざまな壁に突き当たることも多いと思います。今回はそんなイノベーションを志す人に向けて、アイデアを形にするために必要なファクターとは何か、イノベーションの5ファクター、アイデアから実装へというテーマで議論していきたいと思います。ではゲストをご紹介いたします。レディフォー代表のメラハルカさんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。そして慶応義塾大学名誉教授の富田勝さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。株式会社舗装代表の舗装正隆さんです。よろしくお願いいたします。そして三井グループ350周年記念事業実行委員会事務局の金井淳さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まずはこちらのテーマです。イノベーション実装への壁、イノベーションの創出のプロセスというところで、ジョブ理論というものがよく言われているんですけれども、まあ、こちらではその定義する、理解する、発見する、そして創造するっていう、まあ、4つのステージがあるというふうに言われています。でちょっと早速なんですけれども、まあ、この中で皆さん特に難しくこう壁になりやすいステージっていうのは、これまでちょっとイノベーションを手掛けてこられてどのようなあたりにあるなというふうにお感じになられますか？そうですね、私はこの創造するという部分が一番難しいかなというふうに思っています、はい、うんうん、でやっぱりアイデアって、まあ、私たちの生活の身の回りいろんなものがあると思っていまして、でただそのアイデアを思いついたとしても、まあ、それをどういう形でこう問題解決するソリューションを考え、そして何よりもそれを実行して作っていくと、うん、いうその、まあ、アクションができたかどうかというところが、まあ、一番尊いところなんじゃないかなというふうに思っています。なのでよくこうアイデアっていうものは、まあ、もうパクられて当然で、それをまあ実行していく人こそがこう非常に重要なんじゃないかというふうにも言われていると思うんですけれども、私たちクラウドファンディングのプラットフォームレディフォーというサービスを手掛けてるんですけれども、そのプロジェクトをやる方々を実行者というふうに、はい、まあ、名前をつけてます。やっぱり何かやりたいと思うときにそれを形にして実行しきる、まあ、そういう人がたくさん増えていくことによって、まあ、その当然当たり外れというものはあるとは思うものの、一人一人が学習してまた新しい挑戦、まあ、創造をしていくということ自体を世の中が応援していく社会になっていくといいなと思ってます。ありがとうございます。富田先生、まさにやり抜く力が今大事というお話もあったんですけども、いかがですか？山形県の鶴岡市にスパイバーっていうユニコーン企業があるんですよ、はい、でそれの CEO の関山君と CTO の菅原君は僕の研究室の学生だったんですけど、こう蜘蛛の糸の人工合成なんですけど、蜘蛛の糸ってパッて手で切ると切れちゃうから弱いと思いがちですけども、はい、あれは細いからであって、うん、同じ太さに束ねると鋼鉄より強いし伸縮性もあって、まあ、夢の繊維と呼ばれていて、 NASA も US アーミーもその防弾チョッキとか宇宙服のために研究開発してたんだけどうまくいってないと、それを大学生が自分たちが作るって言った時はもうみんなこれホラだと思ったんですね。それでビジネスプランコンテストに彼ら出したんですけど、ライバルはどこですかって聞かれて NASA と US アーミーですって真顔で答えたら大爆笑になっちゃって最低点もらってるんですよ。で2007年に創業して
もう15年以上経つんですけども、このしぶとさですね。で、その石油、まあ、ナイロンポリエステルは石油由来だから、それに代わる素材を誰かが作らなきゃいけないという、まあ、使命感と信念ですね。それがあるから、まあ、少々儲かりそうもなくなったりダメになりそうになっても、やってることは正しいっていう信念があるからずっとやってこれた、まあ、そういう実行力だと思います。細田さんはこう長年続くこう西陣織をこう価値をまあ新たに創造していくっていうところで、あのイノベーションに取り組んでいらっしゃると思うんですけども、今のお話を伺ってどうですか？そうですね、まあ、我々バックグラウンドは西陣織ということになりまして、まあ、1200年間ある意味伝統を守り続けてきたと、はい、でまあ、伝統を守るっていうと変わらずに同じことを同じようにやってるように思われるかもしれないんですけども、まあ、実際やっぱり挑戦して変わり続けていく、まあ、その奇跡が最終的に伝統が続いて守るということになっていると、はい、まあ、そういう意味においては本当に創造性を持って挑戦して変わり続けること、あとこうクリエーションとチャレンジとチェンジ、この3つがですね連動することによってまあ続いていくという、まあ、そういうふうに思っています。あの西陣織もやっぱりこう1200年間京都ありますので、それこそ応仁の乱があったり、はい、やっぱり贅沢禁止令が出たりとかですね、はい、まあ、いろんなやっぱり時代の波があって、はい、まあ、多分そこをお話しすると今日それで終わってしまうと思うのであの割愛するんですが、まあ、ちょっと一つ例としてですね、はい、あの一番近年のこのイノベーションの波が起きた時のお話をできればなと思うんですけども、まあ、西陣織も先染めの毛織物っていうんですけども、まあ、先に糸を染めて縦糸を上げ下げしながら横糸を入れることで柄や模様を織り出していく、これがまあ毛織物なんですが、あの機構としては2人がかりで織物を織って、4メートル上ぐらいに人が登ってですね、はい、縦糸に対してこう装甲っていう操り人形の糸みたいなのが上に展開されてまして、上の人がこの装甲を持ち上げると、そうすると縦糸が上がると、はい、その間に下の人が横糸を入れて織るっていう、本当に人羽織みたいな形で息を合わせて織っていた。ですから1日折れても数ミリとか、はいはいはい、まあ、1年かけてようやく2人がかりで一旦折って、それを納めしてお金を払っていただいてという、まあ、そういうまあ一つのエコシステムが成立してたんですが、はいはい、まあ、そのパトロンがいなくなったと、まあ、その中1801年にヨセフ・マリー・ジャカールさんという方がジャガロ初期というものを発明して、はいはい、これはあのパンチカードといってボール紙のようなものに穴が開いていて、この穴の開いているところだけ縦糸が上がるという、まあ、人がこう縦糸を持ち上げたこの動きをプログラム化したわけですね。でこれを何百枚も用意して、今まで人が一個一個手動でやったものが、まあ、自動化されてですね、で西陣のミッションもそれを持ち帰るってミッションって、はい、で実際まあ帰りの一人の職人は伊豆諸島沖で船が沈んで亡くなっちゃうんですけども、本当に命がけでですねそのイノベーションを成し遂げた、それがまあ今の西陣織というところにもつながっているという意味においては、本当にまあさっき挑戦して創造性を持って、やっぱりどうアクションするかって言いましたけども、はい、まあ、まさにその、過程がですね今の西陣織をまあつないでいったと。ありがとうございます。本当にこう皆さんに手掛けられている領域はもうそれぞれなんですけれども、こうすごく共通しているところとして、やっぱりその変化においてもすごくそのやり抜く力だったり創造性がすごく必要ということなんですけれども、三井グループ様としてはこうどのようなところでこうやはりイノベーションを大事だというふうに改めて捉えていらっしゃいますか？うん、まあ、三井グループってですね、江戸の時代に遡って350年前に三井高俊っていう人物がいまして、こちらあのやっぱり江戸にこうそういう意味では三井越後屋っていう今の三越につながる呉服屋さんをこう開くんですね。でここであのものづくりっていうのはこれ商売の売り方の方なんですけれども、まあ棚先売り現金垣根なしってよく言われるんですけれども、本当に今までのあの商慣習を覆すような新しいちょっと商売をこう始めた。であのまさにこの三井グループの原点っていうのはこうやっぱりイノベーションをしたあの三井高俊からスタートしてるっていうことで、その後のやっぱり江戸時代、それから明治のやっぱり財閥時代、そしてこう今のこう現代につながるまでやっぱり各企業ですね、やっぱりこういうものを継承してやっぱり企業活動をやってるっていうことだと思っています。はい、はい、なんであの本当にですね、あの今我々自身もあのビジネスとか事業をやっていく中で、社会から求められているものとか、うん、世の中から必要とされているものっていうものにやっぱどう応えていくのかっていう時には、うん、やっぱりいろんな意味で新しいものを常にこうやっぱり取り入れて、うん、まあ、イノベーションを起こしていかないといけないっていうふうなことは、うん、あの染み付いてますので、うん、まあ、そういう意味では本当にベースで必要なことかなというふうに思います。はい、今具体的にどのような分野でそのイノベーションをさらに進めていこうというふうに考えていらっしゃるんですか？今すごく世の中社会課題がもう本当に顕在化してるっていうふうに言われていて、うん、でそれ眺めるとですね、ちょっと僕自身なんかもよく思うのは、こう起こってる課題っていうのが地球規模だったりとか、それからまあグローバルの視点みたいなことが
すごくこう必要なこうものでですね、まあ、そういう意味でなんかこう表面的とか短期的なことっていうよりはもうちょっとやっぱり本質的だとか長期的中期的にやっぱりものを見ながらしっかり向き合ってこう課題解決していかないとやっぱり立ち行かないんじゃないかなっていうふうに思っていて、まさにグループみんなそうだと思うんですけれども、この変革とかですね、そういったものっていうのはやっぱりそういうところの取り組みをベースにしたものをやっぱり今世の中からは求められてるんじゃないかなというふうに最近を常に思っています。はいはい、そこでちょっと今回、ね、オーディションを実施されるっていうことなんですけども、そうですね、まさにですね、そういう意味ではこれ中期的長期的にこうものを見るっていう時にやっぱり大事なのってですね、次の世代を担っていく人なんだと思ってるんですね。はい、でやっぱり次の世代やっぱりこう作っていく人材をきちんとやっぱりこう育てていったりとか発掘していくってことは、まあ、我々企業活動している中でも大事なことだということで、まあ、今回さっき言った350周年っていうちょっとタイミングでですね、ちょっと周年事業をやるという中でですね、まさにこの三井未来チャレンジャーズオーディションっていうのは、まあ、次のこう世代でやっぱりより良い社会に向けて、まあ、夢とか目標を持ってですねチャレンジしようっていう、まあ、若者に少しこう光を当てて、まあ、そういう人たちをまあ発掘して、まあ、応援をしていくっていう、まあ、そんなことをですね、まあ、こう妄想して企画をしているということになっています。で事業社会活動部門ですとか、まあ、それから研究留学部門、それとカルチャー創造っていう、まあ、結構幅広い範囲でですね3部門で、まあ、募集をする予定にしているんですけれども、まあ、どの部門もやっぱり共通してやっぱりこう通じるものは、まあ、先ほど申し上げた三井高利のイノベーション精神みたいな、まあ、そこがですねベースにあって、まあ、そういったものを持ってですね、志高く頑張ろうと思っている人たちを今回やっぱり応援をしていきたい、まあ、そんなふうにちょっと考えて。はい、ありがとうございます。今回ゲストのお三方がそれぞれの3部門の審査員をされるということなんですけども、皆さんはちょっと今回のオーディションを通じてなんかどのような若手の方々との出会いを期待していらっしゃいますか？そうですね、やっぱり若ければ若いほど当たり前にこう売上利益を稼ぐということと同時に社会課題を解決したい、自分の人生を社会課題や社会にインパクトが与えるようなことに費やしていきたいっていう人がどんどん増えてきているなというふうに思います。それが当たり前になってきているなというふうに思ってます。やっぱり日本のことを考えると、やっぱり日本の大企業の中にいらっしゃる若手の方々っていうのもまさに自社の、まあ、もちろん儲けをしっかり貢献していくことも大事なんですが、まあ、同時にやっぱり社会世の中を良くしていきたいというふうに考える皆さんっていうのをたくさん中に眠ってらっしゃるだろうなというふうに思います。はい、なので、まあ、今回のオーディションを通じて、まあ、そういった方々がぜひ外の方々とこう関わって、まあ、普段だとどうしても社内の中でいろんな事業開発されるかなと思うんですけれども、はい、社会にある問題を、まあ、見つけて、まあ、そして自社だけじゃなくて外の皆さんと関わりながら事業を作っていくっていうチャレンジをぜひしていただきたいなと思います。リリーフォーの中でも過去大企業さんの中から、まあ、なかなかこう会社の中でだけだと事業化しにくいような領域、ただ社会にとって非常に重要な取り組みというものが例えばプロダクトであったりとか例えばイベントであったりそういったことでどんどん出てきていたりします。で、まあ、こういった事業がどんどん生まれてくることが世の中を良くしていくことにつながると思うので、まあ、そういった社会課題解決の取り組みが今回出会えるといいなというふうに思っています。うん、ありがとうございます。本当に若手の皆さんに、ね、すごくその社会に対する意識高まってるっていうふうに、まあ、今皆さんもおっしゃってたんですけども、富田先生もやはり普段こうもう学生さんなどとこうご一緒されててそのような部分ってお感じになってらっしゃいますか？さっきスパイバーの、関山君がビジネスプランコンテストでライバルはNASA と US アーミーですって言ったら会場が大爆笑になっちゃった。これが日本の問題だと思ってるんですよ。そもそも日本人はサイエンスの分野でアメリカに勝てっこないと思っちゃってるってことじゃないですか。だけどもまあ、頼もしいなと思ったのは関山君と菅原君はそう思ってなかった、はい、うん、別にやればできるんじゃないか。で僕はアメリカに10年いたんですけど、まあ、アメリカ
確かに立派な国ではありますけど、別に足元にも及ばない国じゃないですよ、はい、だからまずそういうマインドをね、まあ、持っている人、あるいは留学すればそういうのに、まあ、持てるかもしれない、はい、それと笑われたって言いましたけど、これ結構重要だと思ってるんですよね、はいはい、その誰もがいやそれいいですねっていうのではそもそもイノベーションじゃないと思うんです。なるほど、やっぱり8割ぐらいの人が笑っていやいやいやそれ無理でしょみたいなのが本当にできるからイノベーションになるんだと思うので、はいはい、そういう面白い人たちに出会えることが大きく期待してます。ありがとうございます。本当にこう、まあ、伝統的なものを、ね、こうすごく変えていくっていうところもすごくチャレンジングな部分だと思うんですけども、こうカルチャー創造部門っていうところ少しこうまた、ね、違った角度になるかと思うんですが、まあ、どのような方々とこう出会いたいなっていうふうに細尾さんはいかがですか。そうですね、まあ審査させていく側と言いながらも、むしろ多分自分もそれにインスピレーションを受けて、やっぱり何かこう思ってた固定観念価値観が更新されるような、まあ、そういったやっぱり方々との出会いっていうのを期待してます、まあ、先ほどもお話あったように一番の敵って固定観念だと思うんですね。これはこういうもんだって、はいはい、僕も小学校の時サッカーやってたんですけど、その時ってもう本当日本人がワールドカップに出るとかセリアで活躍するってみんな常識として不可能だと思っていて、で体が小さいし外国人で当たりが弱いし、ただ今の小学生と本気でワールドカップ目指したら実際にもうもうほぼほぼがいけると思ってやっているという、でそれって何かというと、やっぱそれ固定観念を壊してくれた先人たちが、まあ、僕らの子だった中田秀俊さんとか本田圭佑さんとかかもしれないですし、はい、まあ、体ちっさくても長友さんのように体幹鍛えれば大丈夫だってやっぱりその示して固定観念を壊してくれた、よく短距離走でもやっぱりこう何年もこの秒が出なかったって時にある一人が、これをクリアした後、はい、どんどんそれをクリアする人が出てきますよね、はい、それと同じでまだまだ本当にいろんなポテンシャルがありますし、まあ、特に日本の文化の面で見るとですね、まあ、世界でも工芸大国でありますし、はい、それにまあ着物だけではなくてさまざまなお茶だったりお花お能だったり、いろんな文化と密接に関わり合う中でそのまあ文化的なエコシステムが未だにちゃんと残っている、まあ、ここって本当に大きなチャンスだなと思ってますので、まあ、そういう意味では本当に期待しながらいいワクワクを届けてもらえるかなというふうに思っています。はい、ありがとうございます。もうすでに結構いろいろもうイノベーションに必要な部分っていうのをすごくたくさんお話しいただいているところかなと思うんですけれども、改めてその本気のイノベーション実装に必要な5つのファクターというところで見ていきたいかなというふうに思っております。続いてのテーマはこちらです。本気のイノベーション実装に必要な5つのファクター。今回のオーディションではアイデアを形にするために課題発見力、ビジョン、革新性、利他性、実行力、やり抜く力、この5つのファクターが重要だと捉えておられるようなんですけれども、富田さんはご自身で起こしてこられたイノベーションや学生さんをご覧になっていて、どのような点が重要だというふうにお考えでしょうか。重要なのはその思いついたら、まあ、すぐやるだけじゃなくてやり続ける、これが一番難しいと思うんですね。しっかり足元見ながら遠くを見て、このバランスですよね。理想だけ見て理想まっしぐらっていう現実を見ない人ってたまにいますけど、ね、非常に残念な人で、いや理想は現実から始まりますから現実見なきゃいけない。でも多分もっと残念な人は現実だけを見て理想を見ない人これは残念かなと思います。それと利他性というのがありますけども、はい、そのやってることが一体そのどういうふうに世の中に価値を生み出すんだっていうことがしっかり整理できていて、腹落ちしている、はい、そうすると人々に伝わるんですね。すると応援が得られます。で、イノベーションやるときは失敗する確率が高いんですよ、はい、だから確実に成功するようにしましょうっていうのはそもそもイノベーション起きないんですね。3割ぐらいの打率でもね十分いいんだと思うんです。だから失敗するかもしれないけど、失敗した時でもやっぱり世の中の人が拍手喝采してくれるようなこと、つまり大義名分があってそれは人類としてやるべきことだ、あるいは社会としてやるべきことだと言って全力を尽くしたけども、まあ、三振に終わったらいやナイストライだった、はい、まあ、そういうだけのこう覚悟を持っているのが重要かなと思います。今利他っていうキーワードも出ましたけども、皆さんいかがですか今の話。そうですね、はい、こうある種究極の利己的なものであってほしいなと思っていて、はいはい、まあ、やっぱり誰かのために自分が
こうある種消耗するように費やすっていうものだと、先生おっしゃる通りやっぱり継続して続けるっていうのは厳しいと思います、うん、でやっぱり自分が1回しかない人生をどの分野に本気で時間を使い、うんまあ、そしてそこにある課題を解いた時に自分がワクワクする、自分が楽しいなと、まあ、そういうふうな思いを持てるようなやっぱり課題をちゃんと見つけて、まあ、そしてまあ本当にいい時はチヤホヤされますし、うん、悪い時は、ね、いろいろ厳しい言葉をもらう、まあ、それは当たり前なので、うん、それでもやっぱりやり抜き続けられる、うんまあ、そのやり抜くためにも自分は本当に何のテーマをやり抜きたいんだろうかというところに、まあ、向き合うチャンスにしていただくのがいいんだろうなと思います、うん、私自身は今まあ、資本主義でお金が流れにくい領域に、まあ、寄付であったり補助金であったりそういったお金の流れを、まあ、滑らかにしていくということに取り組んでるんですが、自分はがんにかかったことがあって、で、まあ、そこで抗がん剤の治療で元気になったっていうのが自分の人生の中で非常に大きい出来事 で、まあ、それによって、まあ、薬の作られ方っていうのはやっぱりマーケットがあって市場性があって、まあ、そしてまあそういったところにやっぱりお金が流れますし研究がなされていく一方でやっぱり希少性が高いような病気っていうのはどうしても劣後してしまうんだなということを、はいまあ、そういうことをまあ見つけてですね、うんまあ、でも一人一人の人生は平等に機会があるべきだなと私は思ったので、じゃあそういうところに対して流れるお金って今の資本主義的なルール以外で流せるお金って何かないかなっていうふうなところから、それがまあクラウドファンディングであったり、まあインパクト投資であったりとか、まあそういう新しいお金の流れというところをまあ私たちはチャレンジしてるんですが、やっぱり自分はそこに対してまあ難しい課題なんですけども解き続けたいなっていうふうに思えるのは、まあやっぱり実体験、それは自分にとっても、まあそして世の中にとってもいい取り組みになるんじゃないかなと信じてやり続けられる、まあそういったテーマに自分自身は見つけられて本当に幸せだなというふうに思っているので、まあ今回もまあオーディションという形なので、まあどなたかが評価されるという形にはなるんですけど、まあでもまあ評価なんかいいやと、自分がそういうものに出会えたから幸せだというような機会になったらとても素敵なんじゃないかなと、すいません勝手ながら思いました。いかがですか。いや本当にその通りだなと思っていて、はい、本当一歩踏み出してね、特に来てチャレンジしてもらうってこと自体がもうこの大きな第一歩だと思っているので、うんまあ、そういうこと自体を僕らはすごく待ってますし、リスペクトしたいなと思ってます、はい、うん、いや本当今村さんの話でもこう、まあ、実体験に基づいてすごく今、まあ、パッションが生まれてるってことなんですけれども、細野さんはこうどのような経験を通してこう身につけてこられたという部分がありますか。そうですね、まあ、やっぱりこう、ね、実行力やり抜く力っていうと決めたことをそれをずっと最後までやり続けなきゃダメっていうふうに捉われる場合もあるかもしれないけど、実際多分やりたいことって変わってくるんですよね。でステージステージで変わってくると、でもやっぱりその自分がいいと思うもの、まあそこに向かってよりいいと思うものに向かって挑戦し続ける、そこをぶらさないっていうことが僕大事だなと思ってまして、まあ日本人結構真面目なので、じゃあもう実行力やり抜きなさいって言ったら自分が一生変えずにできるものなんだろうって探す方もいると思うんですけど、多分その時間の間にやっぱり何かやってみたいなとか、まあ、先ほども妄想力ってありましたけど、はいまあ、妄想って本当にもう不可能とかできるできないってことを飛び越えて、やっぱ自分の創造性とやっぱやりたいって気持ち、まあ、そこをやっぱり総動員して、まあ、大きく風呂敷を広げていく、まあ、そこがすごくやっぱり大事かなと思ってます。私自身も実は家業西条になんですけども、はい、最初西条に継ぐつもり全然なくて、ミュージシャンをやってましたし、はい、できっかけが中学校3年生の時にセックスピストルズってパンクバンドのアナーキンザ UK という曲を聴いて、もう自分の中の固定観念が飛んだんですね、はいまあ、プロはこう今まで人って曲をコピーして演奏が上手くないとプロになれないとか思ってたんですが、あれ聴いた時に、あ、演奏の上手い下手じゃなくてかっこよければ多分成立するはずだと、いきなりオリジナルのパンクバンドを始めてですね、僕ギターボーカルやったんですけど、はい、戻ろうと思ったきっかけが、やっぱ西陣織を海外に展開するっていう、まあ、誰もまだ西の歴史の中でやってないこと、ここってすごくクリエイティブなことで、そこやってみたいなっていうところで思って戻ってきまして、で当然最初は海外前例がないですので出しても当然うまくいくわけではなくて、まあ、パリのメゾンオブジェって見本市に出したりしても、まあ、オーダー2万、全国から10万人のバイヤーが集まってくるような世界最大級の見本市で、まあ、ヒット、オーダー全くのゼロみたいなところからスタートして、
ただどんどん徐々にですね、まあ、アップデートはしていくわけですね、はい、で、まあ、3年4年ぐらいずっと、まあ、事業化できずお金ばっかり出てくるとか続くんですけども、うん、まあ、2008年の12月にパリのルーブルの装飾美術館で展覧会がありまして、はい、そこで帯を出品したんですね、うん、でそれはまあ日本とフランスとの国交150周年を記念した展覧会で、はい、でまあ、あの依頼を受けて本業の帯を出したと。でこの展覧会が翌年ニューヨークに巡回展になりまして、はい、の展覧会が終わった直後に一つのメールがニューヨークから来て、まあ、展覧会でこの帯を見たと。この帯の技術素材を使ってテキスタイルの開発を依頼したいという、うん、これがまあニューヨークのピーター・マリノという建築家からやってきて、まあ、実はクリスチャン・ディオールの大きなプロジェクト旗艦店を彼が全世界手掛けるというタイミングで、さまざまな素材を探していたと、まあ、ここはきっかけになったんですが、ただ通常帯の幅って32センチなんですね、はい、でこれまま例えばインテリアの素材として使っていきたいという話でしたね、はい、壁紙とか石の張り図とか、はい、まあ、継ぎ目だらけで素材としては、まあ、使えないと、まあ、要するに幅を広げるしかないわけですよね。で、まあ、ここでやっぱり今までのこう3年4年海外戦で負け続けてきたっていうのが非常に良くてですね、はい、あの多分初年度からその話来たら多分幅がもう30にしかないのでできないですと断ったと思うんですよ。でもやっぱりこの4年間3年4年負け続けてきた経験があるからこそ、はいはい、もうこれを乗り越えるか海外戦やめるかどっちしかないなって、まあ、腹がくれだと、はい、でもないんだったらこれは作るしかないということで、まあ、世界で初めての150センチの幅が折る西陣織の織機の開発に入るわけです、ね、はい、で結果丸1年かかって、まあ、なんとか2010年に機材の織機ができて、そこからまあ最初はクリスチャン・ディオールの店舗の内装を手掛けるようになり、まあ、そこからまあシャネルさんとか、うん、今だとそういったエルメス・カルティエさんとか、まあ、そういったところに展開するようになっていたと、うん、まあ、そういう意味ではあの冒頭でお話したみたいに無駄なことはなくて、やっぱ挑戦してやり続けていく中でやっぱ得られる経験、うん、そこがまあ多分次の波をまた乗っていく経験になるので、うん、まあ、一つの波だけを乗ろうと思わずにどんどんその波をやってきますし、はいはい、うん、常にやっぱり時間が大事なので早くに挑戦してやっぱそこに飛び込んでいく、まあ、そういう意味では今回のこのまあ取り組みっていうのはすごくいいあのマイルストーンになるんじゃないかなというふうには思いますね。まあ、細尾さん非常に重要なことをおっしゃったんですけど、はい、その目指すべき目標っていうものはやはりこう柔軟にですね、変える、まあ、自分でゴールポストを決めたわけですから自分のゴールポストを動かしていいわけですよね、はいはい、でそれが試行錯誤になるっていうそういうしたたかさ、それも重要だと思います。先生もこう日頃、まあ、学生さんなどとこう接していて、このようになんかこう励ましたりとかアドバイスしたりとか、少しその壁にぶつかりそうになった時ってどのようなこう声掛けをされてたりするんですか？まあ、みんな壁にぶつかるんですよね、はい、まあ、スパイバー社も3回ぐらいデスバレーがありまして、はいはい、でその時にやっぱりそもそもそのビジネス何のためにやってるのかっていう、うん、まあ、深い意識高い系飲み会をですね、はいはい、お酒飲みながらやるんですよ、はい、でまあ、いろいろ投資家目線とかいろんな目線あるんですけど、うん、そもそもこれやり始めたのはこうじゃないかっていうのになると、うまくいかなきゃとかお金を増やさなきゃっていうのが最終目的だといろいろこうコロコロ変わっていくんですけど、やはり目指すべき、しかも人類が必要なもので、もしかしたら僕たちだったらできるかもしれないっていうものをやってるっていう人は本当に強いと思いますし、そういう人が他の学生と同じような話をすると彼らも感化されてですね、ビジネスってのはあくまでも手段だと、あと利益を出すことも手段、自分たちの思いを社会実装するためには利益を出さなきゃいけないからまあ、会社にするし、まあ、IPO だって手段っていうふうな、はい、共通意識を持ってるんですよ。やっぱりこう仲間の存在だったりこう人と人とのつながりって皆さんすごく大事ですよね。そうですね、私がクラウドファンディングを始めた時も、私大学院の1年生の時にレディフォーを始めてるんですね、はい、でその時に思ったのが、まあ、なんで今回もちょっと重なるところがあるんですけど、私ビジネスピッチコンテストあんまり好きじゃなくてですね、はいはいはい、なんでかっていうと目の前の何人かの審査員に自分のアイデアが否定されると、はい、若ければ若いほどそれが全てのように感じてしまうことに対してなんだろうなって正直思っていて、でもしかしたら自分のアイデアを本当に分かってくれる人っていうのは日本中世界中どこかにいて、まあ、そして信じてその人たちに応援されれば何か挑戦をし続けることができると思う人っていっぱいいるんじゃないかなっていうのがもともとあったんですね。
で、まあ、クラウドファンディングのサービスを作って、で今常時大体500件ぐらい の、 あの挑戦が常に何かお金を集めて新しい挑戦をやり続ける。でそこには応援したいと思う人たちが全国から集まって支援し続けるという構造になってるんですけど、うん、これ実際お金を集めてチャレンジする方々にインタビューしてみると、何が良かったですかっていうと、お金が集まったってことも良かったんだけど、それ以上にやっぱり応援してくれる人たちとつながれたところが良かったって皆さん言われるんですよね。やっぱり何かや始めようと思って挑戦してみるけど、で覚悟があるように外からだと見えるんですけど、とはいえたくさんの壁にぶつかってると何度もやりたくないなとかやめたいなって思うことってやっぱり出てくると思うんですけど、その時にやっぱり近くで応援してくれる人たちの、うん、まあ、存在、はい、まあ、こういうものにやっぱり人は励まされて、うん、まあ、そしてまあどうにかこの高い壁を乗り越えようというふうに思っていくんじゃないかなというふうに思っているので、うん、まさにそういった応援者の存在、仲間の存在、まあ、今回の新しいこうチャレンジを皆さん通して、うん、まあ、このジャッジ、こういうこの結果自体にはそこまで振り回されずに、うん、そこで出会ったさまざまな外の人たちであったりとか、まあ、上司の方だったりメンバーの方だったり、そういった方々と一緒にこれからどんどん挑戦を、うん、大きくしていくという、うん、あのきっかけになるといいんじゃないかなということは思います。うん、あの今回こう、まあ、三井グループ様としてこう5つのファクター どうしてここが大事っていうふうにお考えになってらっしゃるんですか。まあ、あのこれってやっぱり、まあ、先生たちとか皆さんがおっしゃったように、うん、まあ、お話聞いててもやっぱり全部こうやっぱりつながってる部分があるんだと思うんですね。で、あの難しい話っていうよりはやっぱりやりたいことが、思いが強くあって、それをやっぱり諦めずにやり続けるっていう、まあ、そういうところにやっぱり修練してくるんだと思ってますので、はいはい、うん、私もやっぱり何て言うんですかね、いい加減ではもちろんないんですけど、やっぱり熱い思いを持って失敗を恐れないでこれチャレンジし続けるっていう、なんかこういうことは本当大事にしてもらいたいと思っていまして、あのそういう意味でこの今回のオーディションっていうのはですね、なんかこう、まあ、ある意味の壁打ちの機会っていうんですかね、なんかそういうのにもこう使っていただけるんだったら、これ本当に人生の中でですね、あの一つのプラットフォームとしてはやった意味があるんじゃないかなと思ってます。でちょっと宣伝になっちゃうんですけど、あの今回こういう開催をするにあたっては、あのニュースビクスさんともですね、いろいろ一緒に企画をこう練ってる中で、まあ、あのちょっとこうきっかけ作りになるようなあのこう、メニューみたいなものも用意をしたりしてて、まあ、あの事業とか社会活動の部門なんかはワークショップなんかも今やろうとしてますし、はい、まあ、本当になんかね、こう関心がある人はぜひなんかこうちょっと確認してもらって有効に活用してもらったらいいかなというちょっと思ってます。はい、こう人と人のとのつながりっていうところもすごく、まあ、得られるポイントではあるんですよね。初年度は、まあ、私はこうオーディションっていうことなんですけど、この周年事業の中で本当にやっぱりやりたいなと思ってるのは、つながったみんなとですね、やっぱり残りの期間で、まあ、部門も違うし、まあ、いろんな立場も違う人たちが、まあ、同じプラットフォームを共有して、まあ、ネットワーキングができたりとか、もっと言うとその25社 の、 あの企業の方とですね、つながってもらえる可能性っていうのが、まあ、生まれる、うん、まあ、これもきっかけだと思うので、もちろんあの待ってるとダメだと思うんですけど、自分たちが主体的に思って何か行動することで、そこにこういうものが少しでもご役に立てたらっていう、まあ、そんなことで考えてます。はい、ありがとうございます。もうこうすると、まあ、皆さん の、 あの、まあ、ご経験だったりを伺いながら、こうご覧になっている皆さんも、まあ、自分もアイデアを社会を変えていきたいというふうに思いながらも、本当にこう自分にできるんだろうかみたいに、まだ少し、ね、こう不安になっていらっしゃる方もいるかもしれないんですけども、そのあたりかなえさんどう思われますか。あのイノベーションってちょっとこれ僕自身に言うと、起こそうと思って、まあ、起きるものっていうよりは、やっぱりあの何かの結果やっぱ起こってくるものっていうふうにもちょっと私自身は思ってる部分があって、ただやっぱりその背景にはあの今言った気づきだったりとか、この達成したいって目標だったりとか、それから課題解決みたいなことっていうのがあって、でそれをあの今日お話ししていただいているこうファクターみたいなものにちゃんと落として、あの自分ごと化して理解をしながら深く掘り下げてやり続けるっていう、こういうことの先にね、なんかこうきっと結果としてのこう変革っていうのが起こってくる可能性があるんじゃないかなっていうふうに
ちょっと私自身は持ってる部分があるので、イノベーションに一足飛びに飛ぶっていうよりは、やっぱりその溢れる思いみたいなのがあったら、それをこう あまりこう失敗を恐れずに一歩踏み出してみてっていうことが、僕が今日ちょっと皆さんにはお伝えしたいことかなというふうに。細尾さんももともとその西陣織の世界に飛び込むつもりは最初はなかったっていうお話だったんですけれども、まあ、今振り返ってこうなぜ自分がこう実現できたっていうふうに思われますか。まあ、そうですね、まあ、そういう意味ではやりたいことをずっとやり続けさせてもらえてきたとか やり続けてきたということなのかなと思います。まあ、実際じゃあ音楽作るとと西陣織ってすごく別のように思われるかもしれない。実はそこも共通点があって、はい、何かものを想像していくこと、音楽の場合音楽を通して人を豊かにしていったり、何か共感を得ていく、まあ、今の西陣織だったり、まあ、工芸ということもそうなんですけど、まあ、会社の経営もそうですよね。やっぱそうやってアクションすることによってよりより、まあ、自分が思う豊かな社会をやっぱ実装させていくっていう、まあ、本当に道具がもう絵の具と彫刻との違いぐらいだと僕は思ってまして、やっぱ人間には創造性があって、やっぱそこを最大限発揮してよりいいと思うところにまあ進んでいく、まあ、ここはやっぱり大事なのかなと思いますね。はい、富田先生もやっぱりこういろんな経験をするっていうこともやっぱり大事だったりはするんですよね。そうですね、それといろんな友達を作ることですね。はい、結局ね、大きなビジネスとかイノベーションって損得感情では生まれないと思うんですよ。で、まあ、利害関係がある人たちと利害の話をして、まあ、契約書を結ぶっていうのが、まあ、ビジネスの一般なんですけど、本当に世の中を変えるようなことってそういうところでは生まれずに、まあ、損得も計算できませんし、前例がないので、それよりもいやこれは面白いなと、あるいはいやこの人と一緒に仕事をしたいとか、そういうなんつうか利害関係を超えた信頼関係とかエキサイトメント、はい、それがすごく重要なんで、僕はそういう人たちにお会いできることを期待してます。はい、先生、脱優等生の勧めの本を出されてますけども、そこの視点はいかがですか。全くその通りで、はい、優等生っていうのは基本的に試験範囲が決まっている教科書をよく勉強してテストで点取るっていう、で点数でランキングをして、優等生だったりちょっと残念だったり、そういうことをずっと戦後やってきたんですよね。だから競争が激しくなればなるほど、試験に出る教科書は一生懸命勉強するけど、教科書に書いてないことは勉強することをやめるっていう戦略を取るわけですよ。はい、特に進学校は、それが今そのイノベーションが起きてないこの30年、まあ、言われてるんですけど、その原因、根本的な原因はそういう、先生の言われた通り、教科書に書いてある通り勉強して一点刻みのマークシートで点を取るっていうことをやり続けてきた、まあ、そういう世代がもう親子3代になっちゃったところにあるので、僕は新たな世代にですね、まあ、栄養入試とか、はい、そういったまさに一発テストじゃない選抜、人間を見るっていう選考方法を今もう全部ほぼ全部の大学でやってますから、ぜひそういうふうにまあ、子どもの頃から面白いことをやってですね、それをアピールして自分の進路を決めるっていう人が増えてほしいと思います。ありがとうございます。本当にね、皆様まあ、イノベーションを起こすのってすごく天才っていうような人、まあ、だけではなくって、やはりその、まあ、今までの、その、まあ、優等生的なことよりもこう自分のやりたいことをこう追求できたりとか、まあ、いろいろなことをこう経験したりとか、まあ、そういったところも必要になってくるかなと思うんですけども、いかがですか。そうですね、やっぱりこう社会課題がより複雑化していると思いますし、またやっぱりすごくニッチな領域もどんどん増えてきているっていう中で、やっぱり今までその社会課題解決は、まあ、国だったりとか、まあ、行政が解決しているような領域から、まあ、やっぱりより民間が、もしかしたらマーケットが小さいかもしれないんだけれども、はい、そこに深く課題に向き合って、まあ、解決していくソリューションを作っていく、そういう人たちがやっぱりどんどん増えていかなきゃいけないなっていうのがすごく感じているところではあります。まあ、なので、まあ、やっぱりそのいろんな多様な人たちっていうのが、まあ、そういった自分にとってパッションが持てるようなテーマを、まあ、見つけて、まあ、どんどんチャレンジをしてもらいたいなと思いますし、お二方もお話しされてましたけれども、私も大学院1年生でスタートした時に
正直企業も会社経営の方も正直何にも知らずに始めてしまって、なんでこう起業家になりたくてなったみたいな人間では全くなく、まあこういうサービスがあったらいいなっていうものを出してみて、まあそれを持続可能にしていくために株式会社を作ってみて、まあその株式会社がやれることを増やしていくためにファイナンスをしていってっていうので、一つ一ついろんなハードルを体験の中でクリアしていって、まあそして自分が掲げている目標も正直どんどんやっぱりアップデートされていったなっていうふうに思ってます。まあ本筋は変わらないんですけど、でなのでまあそのやっぱり目標をまさにお二方おっしゃられたように、どんどんこう経験の中で変えていくことはすごくいいことですし、で残念なことは結局不安になって始めなくて始めない意思決定法をずっと繰り延ばししていくことだと思うんですけど、正直日本社会の中で若い人がそういうモードだと本当に立ち行かない社会になってくるので、もうぜひ本当にどんななんかこう大それたことを最初から言わなきゃいけないんじゃないかとか、なんか本当にこう天才的なスティーブ・ジョブズみたいなアイデア作んなきゃいけないんじゃないかって思うこともあるかもしれないんですけど、みんな絶対そんなとこからスタートしてないんで、ともかくまあ小さくてもどんなことでもいいと思うので、自分が面白いなって思うもののまさに一歩を踏み出すということをこれを通じてやっていただけるといいんだろうなと、それは社会にとっていいんだろうなっていうふうに思います。ありがとうございます。金井さんも本当にまさに一歩を踏み出すいいきっかけになるんじゃないかなと思うんですけども、ご覧になっている方に最後にメッセージをお願いします。はい、そうですね。今日すごくいい話をいっぱい聞けたんじゃないかと思いますけれども、はい、私も三井グループっていう中にいるとですね、まあ、いつも言われるのは人の三井って言って、大切にしているものはやっぱ人なんですよね。で、今回のオーディションも、まあ、さっき言ったビジネスコンテストとかうんぬんと言ってましたが、ちょっと一線隠してやっぱり人にフォーカスをしたいなっていうことでずっとやろうと思って立ち上げてますし、まあそういう中でやっぱり一人一人が本当にこう今言った思いを持って、挑戦したりとか想像したりっていうことは、いろんなものを成長させるやっぱり原動力なんだと思いますし、そういうことから一つ一つ価値が生まれてきたものが積み重なると、まあ、すごくいい世の中につながっていくってことなんじゃないかなというふうに自分自身すごく思ってるので、社会課題が多いってことはちょっと裏返して言うと、チャレンジするものがむしろこう溢れてるって捉え方もできるのかななんていうふうに思ってますのでね、はい、やっぱりあんまり難しく考えずに、やっぱり失敗を恐れずに、今回ちょっとこうそういう意味では一歩踏み出してみようっていうふうに今日の話を聞いてなってくれたら、ぜひ多くの人に集まってお会いしたいなと思ってますので、ぜひ、そういうことでよろしくお願いしたいなと思ってます。今日はどうもありがとうございました。はい、ありがとうございます。三井未来チャレンジャーオーディションは、募集期間が10月31日までとなっております。現在応募受付中ですので、未来のある若者の皆さん、ぜひご応募ください。本日は皆さんありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。